ドゥー、ドゥースこんにちは。ロス TV の時間がやってまいりました。えー、今日はね、えー、コズミックウォーター。腐らない水っていう、また生命の水、または蘇生される水っていうようなことで、本当にね、えー、不思議な水っていうのを、あのー、私ども取り扱いを始めたというお話をしたと思うんですよ。そして、 この、えー、花瓶に入ってるというかね、あのー、ものが、えー、コゾミックウォーターを約30倍から50倍に薄めたあ水なんですね。それに、えぇ、ー、生けというか花をやってます。で、実は、これ、えー、4月の11日の、えー、ロハス村 TV に、このままを、えー、やってたんです。見てください。 今日はね、ほらわかりますかね、この花、本当にいけて、ちょっとした後、ロハス TV に載せたわけなんですけれども、ね、これ鼻から吸って、ありがとう、ちょっと待ってくださいね、消します。今、見ていただいたと思うんですけれども、これが4月の11日だったんですね。 それで、今現在が、4月の26日。えー、今だったらですね、もうこんな形で、えー、まだですね、えー、まあ枯れてきてるものもあるんですけれども、まだシャンとしてるんですよね。不思議でしょう。ね。これこれ。ほら。それで、あのー、本来だったらこの水ですけども、臭いんですよ。 臭くないんですよ。臭くないっていう感じね。本当に、こう、元気がいいっていうか、もう、もう枯れてでも、枯れてでもですね、もう、本当に、えー、色鮮やかに残ってるという。これなんかもう本当に枯れてかかってるんですけれども、こういう形でですね、あのー、この、実際に、えー、このですね、 えー、この書類に書いてたんですちょっと見えないと思うんですけれども、えー、このコズミックウォーターこれを使うとう健康家庭っていう一番最初に、えー、まああのいけばなが長持ちし水も臭くなりにくいっていうような、えー、ことを書いてるんですよそれで私、あのー、実際にこれ試してみたんです そうしたら、えー、今見せたような形で、びっくり、びっくりこいたっていうような状態なんですよね。えー、なんか本当にね、えー、腐らないっていうか、ま、飲めと言えたらちょっと飲めないかもしれないんですけれども、本当、あの、ね、臭くない、むしろ、えー、鼻の匂いがするという、 香りがする言うんですかね。そんな状態なんですよ。で、えー、やっぱりね、このお水っていうのは、まあ、ここ、前にも申し上げたような形で、このセラミック、うん、こういった、うんと、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと遠いんでね、見えにくいと思うんですけど、この、たったこういったセラミックですね。 これを、これは 500cc 用なんですけれども、これを、あの、ぽちょんと水に入れるだけでですね、あの、コズミックウォーターが8時間でできて、えー、それも水道水の水に入れるだけなんですよ。その水を、えー、このような形で、えー、 飲み水に使ったりですね。えー、僕はもうだいたい飲み水に使ってるんですけれども、またはこういった生け、えー、花のところに、えー、これを薄めてですね、えーまあのー、使ったり、えー、してます。また、こういったボトルに入ったものもあります。うん、これね、落、えと、ー、するでしょ。あの、今ね、出したような、 この小さい分が入っとんですよねこの中に入ってましてで、えーこ、これも水道水を入れますで水道水を入れて、えー、こういう化粧水にもなるわけですまたあの部屋のこういう風なあのー、場を整えるようなものにもなりますし、えー、またあのーま、ガラスコップじゃなくてガラスガラスを磨いたり えー、車のシートにピューっとしたり、まあ、いろいろとこの水を使うことによりまして、えー、非常に、あのー、化粧水だに代わりに使うんでしたら、えー、潤ってくる。そして内面はこの水を飲むことによって、えー、細胞の、ところにあります、アクアポリンっていう穴にスーッと浸透するような水なんで、非常に体の潤いも出てきます。 こんなな形ででね、えー、お腹にたまらないんですよチャポチャポチャポっていうか飲みすぎたらみんなあのタポンタポンするっていうじゃないですかそういうことが、えー、なくなってくるんですよねあそれとこれ何だろうと思ったと思うんですこれはあのー、農業用のあのー、コズミックウォーターを作るセラミックとそれと あと柿の粉ですね柿っていうのはたあの貝の柿ですね、えー、それを、あのー、混ぜ合わせてこれを農地に巻くわけなんですするとその農地が浄化されて非常にいい土地になってくるというようなそういった農業にもこういったコズミックウォーターっていうのが応用できそうなんですねでまああのー もちろんこれのお風呂にえこういった水をえー2リットルぐらい入れてえ湯船に浸かると非常に温まりますしまたあのもっと大きなあのものがあるんですけれどもそういったものを使うことによって排水口とかそういうところもきれいになっちゃうというような。水っていうのも、あのー どういうんですかね、買ってくる、またはいろんなあのスーパーから買ってくるっていうことを皆さん多分されとるか、またはあの業者の方が来て、ええー、ま、水を、ま、どういうんですかね、取り替えていただくというようなことも非常にやってると思うんですけれども、コズミックウォーターの作り方のいいところは、ええー、もう水道水でいいんですよ。 本当にもう何もしなくていいんです。ただ単に、えー、これに、えー、ポトンと水道水を入れて何回も使えます。で、だいたい、えー、6ヶ月経てば、えー、また変えていただいたら結構なんです。この1リットルの容器、容器も含めてですけれども、えー、6050円です。1リットルがですね。それで6ヶ月後は、この、えー、フィルターというか、この、そのコズミックウォーターの これ、これ、これとカセタがこの中入っとんですけれども、味がまろやかになりますんでね。えー、それを買えるのに5,500円です。だから年間1万1000円、まあ、まあ、交換するとしてですよ。あれば、十分もう家族中が飲めるし、えー、もっとたくさん大家族の場合は、これの、えー、倍の2リットル版っていうのもありますから、 それを買われたらいいかと思います。それに、お料理、えー、お米とか、そういう、研ぎ、研ぐじゃないですか。そういうの時に、コズミックウォーターを、えー、研げば、本当に水分の多い、ふっくらしたお米が炊けます。やっぱり水っていうのは、基本的にですね、非常に体を作っているものですし、この植物も、 水がなければすぐ枯れます。で、僕が驚いたのはとにかくですね、この水が臭くなってないということなんですよ。あのー、父親のお墓参りに、えー、時々行くんです、私。えー、ほんまは毎日とか毎週決まってとか行けばいいんですけれども、あのー、割と近いので、えー、車の前でそこを通ったら、 ちょこっと寄って、えー、するんですけど、鼻を受け取れば、本当にその水っていうのは、こう、皆さんも経験あると思うんですけれども、お墓さんの両前の、あのー、鼻を、もう枯れたあ鼻をのけて、えー、その水の匂いを嗅いだら、本当に臭いんです。だから、 植物が、こういったものが腐った匂いっていうのはめっちゃ臭いんですよ。だから今のような、えー、これですね。こんだけ近づけて、あのー、これ4月の11日に YouTube に載せとったでしょ。うん、そういった時からずっとやってる水なんで、本来は臭くて当たり前なんですけれども、 全然臭くななってないんですよそれでかつこういってあの花が長持ちしている色が落ちてないこれはね本当にすごいなと思いましたねまあそんなことでおいおいにですねコズミックウォーター、えー、まだ取り扱いを決めて、えー、っと 1, ヶ月間1ヶ月にならないんですけれども 僕はいい商品に出会ったなと思っております。ちょっと水を飲みすぎました。えー、そんなことでですね、えー、ぜひ、えー、ご興味のある方は、えー、コズミックウォーター、あのー、私どもの方に問い合わせをください。私が感じたこと、また、えー、コズミックウォーターの勉強したことなどをお話しします。これは えー、農業の農業法人でも使われて非常にプラントをつ使わ作らなくてもこの水だけで、えー、うろ、うんなんとか、なんとか病うどんこ病とかそんな病気あるんですよ。あのいちごとかなんかねそういう病気が少なくなったり成長が1.2倍とかですね大きい実がなったり、えー、甘みが増したりっていうようなことも起こってるんで ゆくゆくは私、あのー、農業の方にもこういったコズミックウォーターの技術というか、あ奇跡をお届けして、えー、皆さんが農薬がほとんど芸能薬で使えるようなあものにして、さらに体にいいものをうご,とご提供できる何かこうお手伝いを、ね、したいと思っています。まずそんなことで今日はちょっと、あのー、コズミックウォーターのご説明でした。 それでは、さよなら